はい、こちら、大阪日本橋に来ております。4月30日金曜日、こちら緊急事態宣言から6日目の大阪日本橋電気街、こちら小田ロードになっております。まあ、平日はここまでですね、人混みはないので、やはりゴールデンウィーク平日でも、かなりの人の、人出が、結構来ている形でございます。まあ、やはりですね、大阪の方はもう日に日にどんどんコロナの新規感染者の数がですね、どんどん多くなってきて、まあ、電車の方は空いてるんですが、この人の街ですね、街は結構人が溢れてきている状況でございます。はい、こちらの方ですね、目の前はこのアニメイトですね。こちら日本橋のど真ん中、へその部分になっております。はい、それでは現場からは以上になります。チャンネル登録、いいねボタン、ぜひよろしくお願いいたします。現場から以上でした。